江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、韓国のキムチ文化が大ピンチ、白菜が爆投して店主たちが苦悶ということでね、それではですね、記事の方行ってみたいと思います。くーちゃんお願いします。渓谷人の食卓を支える食堂の店主たちが大きな悩みに直面している。大型マートの売り場に並んだ白菜が1株2万2000ウォン、約2386円、4分の1で596円という高額な値札を掲げているなど、白菜の値段が急騰しているからだ。キムチは当然のように食卓に並ぶものであり、高いからといって買わないわけにはいかないのだ。裸キムチ騒動などで、新国産キムチには強い拒否感があるが、輸入キムチを検討せざるを得ないという声が出ているのもそのためだ。本来、白菜はキムジャン、キムチの漬け込みシーズンを控えた9、10月に価格が上昇する傾向にある。しかし、今年は特に深刻である。渓谷農水産食品流通公社 AT によると、今月1、25日の平均白菜価格は、昨年、同期間比で 37.3% 急騰し、強気な価格が続いているという。27日現在、AT が全国の伝統市場、大型マート、農協花ロマートなどで調査した、その日の白菜の小売価格は、1株当たり平均9963ウォンで、1万ウォンに迫っている。なぜ、これほどまでに白菜の価格が上がったのか。その最大の原因は気候変動である。今年、猛暑と干ばつが続き、白菜の収穫が振るわず、生産量の急減につながったのだ。さらに、高物価の減少が重なり、これまで天井を知らずに上がった生産、および流通コストが、追加で白菜価格を刺激している。このように、白菜価格が急激に上昇したため、新国産キムチの輸入も大幅に増加した。税関庁の輸出入貿易統計によると、今年1、8月に輸入された新国産キムチの量は19万6580トンで、20万トンに迫る。昨年同時期18万7166トンよりも多い新国産キムチが渓谷に入ってきているのだ。すでに輸入量が大幅に増えているが、金のような白菜減少が続けば輸入量の増加幅もさらに大きくなる恐れがある。そうなれば過去最大のキムチ輸入量の記録を更新する可能性もある。これまでのキムチ輸出入統計が集計され始めた2007年から、新国産キムチの輸入量の歴史を振り返ってみると、ほとんどが年間20万トン台を維持してきた。ところが、2016年からは25万トンを超えて急速に増加した。そして、最も高かった記録は2019年で、その年に渓谷に入ってきた新国産キムチは30万6047トンに上った。その後、昨年には28万6545トンを輸入している。少しずつ、新国産キムチの輸入が増えている状況で、今回の金白菜騒動が、さらに拍車をかける可能性がある。渓谷の伝統料理であるキムチ。心を込めて、良質な材料をたっぷり使って作るためだろうか、国産のキムチは高くて、キムチ貿易収支は、これまでほとんど赤字だった。渓谷で輸出するキムチよりも他国から輸入するキムチの方が常に多かったという意味である。もちろん輸入量のほとんどは新国産だ。馴染みのある食堂で出てくる国産キムチが脅かされる状況の中、キムジャンシーズンが近づいている。政府はキムジャンシーズンの白菜供給の安定を図るため、10月中旬から下旬に出荷予定の秋白菜、キムジャン用白菜の生育状況を点検し、生育管理にも万全を期す方針だという。また、白菜の生育状況に応じた供給対策を先制的に用意して対応する計画だそうだ。白菜の価格が再び私たちにとって身近なものになるように、政府は全力で対応することを約束している。一年を通じて私たちの食卓を支えるキムジャンを諦める家庭が増えないことを期待したい。はい、というね、記事でした。それではですね、こちらに対して結構の反応いってみましょう。はーい。それではですね、1人目、こちら。ユン支持者は C 国産でも食べろ、大統領の命令だってさ。417-35。いくら C 国産が安くても白菜とキムチは食べたくない、お物みたいだ。369-48。滅狂するとか言ってたユン、C 国産めちゃくちゃ入れてるな。293。
野党が輸入したと言ったら大騒ぎして共産主義者呼ばわりしてただろうけど、ユン政権が輸入すると静かだな。選択的共産主義者批判最高だな。22滅強滅強と言っても、白菜はまた C 国産だって。代案があるなら言ってみろって。政府に聞けよ。なんで関係ない人に発作を起こすんだよ。18、9。ユン・ソギョルは一体何者なんだろう。物価対策にこれほど無関心な政府は初めて見るな。17、1。飲食店の店主たちが大変悩んでる。自分たちが C 国産キムチを使わないかのように騒いでいるのが笑える。14、6。ユン・ソギョルの歪んだ歴史観は日本の利益を促進し、彼の無能さは C 国の利益を促進する。12、6。ただでも C 国産キムチは飲食店で食べない、汚いから。12。飲食店の店主たちはいつから国産白菜でキムチを作ってたんだ。 C 国産キムチを買って商売してたじゃないか。12。 C 国産の白菜はふにゃふにゃで味がない、輸入しないでくれ。11。ユンになってから生活がどんどん厳しくなっている気がする。66。白菜の価格の 60% は物流費、産地では安い値段で手に入れて中間業者のいたずらで消費者だけが苦しんでいる。輸入キムチ、格的、殺白地含むも上等品を食べれば結構いける。大抵の飲食店のキムチよりもはるかに優れている。この機会に中間業者や白菜農家が嘆いて潰れるのを見たい。54。キムチを食べなくても死なないよ。キャベツを刻んで醤油と酢であえて食べてみな。30。ほとんどの飲食店のキムチは昔から C 国産だよ。10。はい、ということでね、それではですね、こちらに対してチャットの反応いきましょう。はい、じゃあ上の方からいきますかね。いつも白菜暴投してないか、わら。それ C 国の主張に打ち勝ってから言ってもろて、わら。キムチがないなら確定食べればいいじゃない。白菜がなければキャベツでよくなくて。いや、文化なら白菜栽培を守れよ。天候に影響されて衰退するじゃ文化なくなるでしょ。大丈夫だよ、今まで知らずに食べててなんともないんだから大丈夫だって、わら。チャイナから買えばいいじゃない。どうせそれも K 国で詰め直したらメイドインコリア。まあ C も K も台風のせいで大ダメージで食料の奪い合いで頑張れ。白菜って値下がりしたことあるの？主菜の依存度高い W、 これこそ自給率高めろよ、わら。大根とか株にすればいいんじゃない、わら。渓谷産の白菜って C 国より危険じゃねえの？どっちも食わんけどな、わら。ご家庭で漬物しなくなったって言ってたのは強がりだった。最初の塩漬けまで済んだの C から仕入れてるって話有名ですよ。でも食堂で出るキムチはほぼ C 国産でしょ。大統領選挙の公約に白菜安定供給があるな。お前らしいさんのこといろいろ言ってるけど、俺らから見ればどっちも同じなんだぞ。まるで渓谷さんが綺麗みたいなこと言うなよ、わら。手を出そうにも焼け石に水どころか火にガソリンになる可能性が、わら。キャベツに醤油って日本の漬物じゃねえか。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。